はい、どうもセリカです。今日4月28日で、まだ一応午前中で3時前なんですけど、昨日の夜ですかね、なんか変な時間にダウンロードが入って、まあイベントが多分切り替わるっていうことなので、鬼がね青鬼さんがね出てましたね。これなんだ次何のシーズンでしょうか。ゴールデンウィークっていうことだったら、この旗持ってる人はバスガイド的な行楽シーズンっていうことでバスガイドかな。で、この隣またスクワットさんなんですけど、何このモコモコしたの。え？もう桜は終わったので、お花見シーズンも終わって、カブトかな。でももっとシャキーンってしてるのが頭についてそうだし、モコモコしてんですよね、腕が。なんだろう、うちで過ごそう的なスクワットしましょうとかダンベルしましょうみたいな感じで筋肉がついてるのかな。いや、全然わかんないですけど、多分今日変わるシーズンのイベント鬼っていうことで、多分この新機能とはまた別だと思うんですよね。なのでイベントはイベントで来る。で、ガチャも多分変わる。で、これ結局出ないまま終わりましたけど、今日の3時までで切り替わる。もう10連だけ引こうかな。ちょうど端数があるので。10連だけ。一応ね、たけしとひろしは出てない状態なので、最後のガチャ引きます。まあこれで出なかったら裏ステージ、裏ステージ、もしくは他の報酬で狙っていこうと思います。出るわけがないんだよね。10連ぐらいでは。ほわーお。引くんじゃなかった。カップルオーナーすごいなぁ。はい。ということで、もうこれはおさらばします。バンドガチャは今日の3時までですね。っていう感じで入れ替わると思うんですが、で、この新機能が、4月28日の3時って書いてあるので、まあ、イベントと一緒に来るっていう感じなんですが、なんかね、どうやらちょっと情報をいただいて、もうこの新機能のがね、出ちゃってますって聞いたんですよ。で、多分ね、普通にプレイしても出てこなくって、いや、わかんないんですけど、青逃げをしたらもらえましたっていう方と、もらえましたっていう方もいて、青逃げ、私もね、普通にプレイしたら何もなかったので、青逃げしないとっていう状況だと思うんですけど、で、その後夜にダウンロードが入ったので、もしかしたらもう修正がかかって、出なくなっちゃってるのかもしれないんですが、これはね、不正で入手したとかではなくて、バグで出ちゃったことなので、まあ、ちょっと面白いので、ちょっと先行して動画にしようかなと思いまして、画像をお借りいたしまして、はい、こちらなんですけど、出ちゃってたんですね。もう、報酬獲得で、タワーチケットって書いてある、トーチケを獲得しました。これね、一人じゃなくって何人か出てたので、もう先行してちょっとバグで発生してたと思うんですけど、多分今日の3時の新機能の分だと思います。トーチケ、タワーチケットが、青逃げしたらもらえたっていうのだったので、多分ですけど、まあ、本機能も青逃げしたらもらえるのかなという気はしてます。まあ、あと少しなんでね、ちょっと本番を楽しみに待ちたいと思いますが、こんなことがあったということと、鬼が出てるっていうことが、すごく気になる。いや、ちょっとこれ面白かったですね。トーチケ、タワー。これ新機能のワードだと思うので、楽しみに待ちたいと思います。お、動いてる。はい、ということで、青逃げをして、ちょっと確かめたいなと思うんですけど、もうね、次の日になっちゃって、28日になっちゃったので、多分27の夜とか夜中のバグの発生だったと思うので、いやーもう出ないかな。一応ね、青逃げしたら出るかどうか、バグが出るかどうかを、確かめたいと思います。ということで、自分で追い込んで、青逃げをしないといけなくなりまして。いやー、昨日もね、何回かやってたんですけど、青逃げはできてなかったので、私もバグは体験できないまま、情報をいただいたという感じで、で、何人かの方からいただいたんですが、多分ね、危な。出た人と出なかった人といるっていう風にも聞いてまして、青逃げしても出てなかったのか、ちょっとその辺もわからないんですが、早くない？まだね、一体目出てすぐでこんな状態？青霧が。確かにね、アップデートも入って、青鬼のね、最初の出だしのもたつきっていうのは、なんか改善されたような気がするんですけど、にしてもね、早い。待って、まだ1体でもう残りこんな状態ってある？嘘、ガスマスクも取れないまま。やばい、ちょっとローラスケット、あー、ガスマスク違う、ガスマスクだ。めちゃくちゃごちゃついた。早すぎる。いや、ちょっと青鬼までできなかった。早っ。はい、やっていきます。青逃げができなかった。いや、さっきのステージやばかったですよね。何あのステージ。アップデートが入って鬼のもたつきがなくなったかなと思いつつ、思いきや、想像以上に早かったっていうね、青鬼の動きと青霧が。わーわーわーもういる。ここの、わー危ない。何だったんだろう、さっきの。早すぎる。で、追加で情報もいただきまして、そのトーチケが、トーチケが出る前に動画視聴をしなきゃいけなかったそうで、ちょっとここに画像が出せたら出しておきますが、超レア、激レア、プレミア、なんとか。で、動画視聴しますかっていうのが出てきて、動画視聴したら、
当チケットがもらえたっていう不具合だったようで、で確かに変な時間にダウンロードが入ったんですよね、夜中かな。だったので慌てて修正かかったのかなという気はしてますので、まあ出ちゃいけなかったものが出てしまったんじゃないかと思うんですけど、まああと数時間でもう新機能新イベント来ると思うので、ちょっといただいた情報を先行して出したいのと、青逃げをして自分も確かめたいなと思います。多分でもうわー修正入ってるかな。でまず大前提に青逃げっていう厳しい難関がありまして、全然できないんですよ基本的に。多分次もチャレンジ来たら青逃げ何回かするっていうのがもう必須で入ってくると思うんですけど、青逃げがねきついみんな上手すぎて、私もね一向に1年半ぐらいやって一向にねうまくならない多少はマシになったかもしれないんですけどね、ここぞという勝負時はね絶対に勝てないっていう。あ、懐かしいかぼちゃスキン、ボットでかぼちゃスキンっていなかったいたかな、いなかった気がする。変身イベントも楽しみですよね喋ってくれると喋りたくなる。バブ、あれだ、ベビーモエ持ってるってことですね。15連勝かなりの強い方だと思われます死にたくねえ、ガタガタ。いや楽しいねこうやってワードができる上手な人なんです。ギターと6人か、お逃げしたいな。ここはこのねプレミアチャンスっていうのが、うわー死んだ死んだよ。はい、もう一回やります。もうこれで青逃げできなかったら諦めて画像のご提供だけお流ししたいなと思います。いや、やばいよね青切りが。でもあっちから来たのでこっちに行こうと思いますが、なのでもう今日多分もう3時には新機能と新イベント公開になると思うんですが、イベントはねさっきのシルエットのようになんか来そう、ゴールデンウィークシーズンかな、なんかそんな感じで来そうな感じ。筋肉隆々な何でしたっけ、スクワットさんは何になるのかな、山かな、山がモコモコしてるのか筋肉つけてるのかなんだろうね、雲みたいになってるのか、不思議なシルエットでしたね。シルエット出るのがやっぱ面白い、考察がこういろいろできるので楽しみ。もうちょっと早くシルエット出てくるとなお楽しみなんですけど、ということで、あとは新機能ですね、トーチケっていうのが出てたので、で絵がトーだったんですね。で青のトーっていうのはもう情報が出てると思うので、青のトーということのチケットがもらえるっていう、何か青逃げしたらチケットがもらえるのか、なんか断るたびにチケットがもらえてそれを使ってガチャを回すのか何かに使うのかっていう感じだと思います。なので、ね、青玉で宝箱から出るタイプだと思うんですけど、チケットもしくは青逃げしてもらえるか、あえてなんかチャレンジクリアしてもらえるのかあーもうね昨日から結構なドキドキしてて、結構なワクワクしてて、いろいろねなんかあんまりなかったドキドキですね。なんかキュイーってするっていう感じドキドキする、楽しみすぎて。ただまあこんな私のレベルでこの乗り越えていける新機能なのかっていう、もう萌えが一番最初新機能で来た時もダメだと思いますね。5連勝なんて、あ最初10連勝でしたね、やめた、10連勝なんて無理っていうところから始まって、うわーこれはちょっとで新機能が続々来て、裏ステージも多分1年前にできて、裏ステージなんかもできて、なんかなんとかクリアは、あっいけたよ、いけた、青逃げいけた。でこれで出るかどうかですよね、出る？ここでは出ない。あ、来なかった来てないですよね。あ、来ないのか、やっぱ修正入りましたね。夜に多分ダウンロード来てたので、あーでも貴重な体験を聞かせていただけまして、楽しみがまたさらに増えております。で青玉が、青玉がねあと1個で回せるので、これ青鬼図鑑の数すごいね。はい、いただけましてレベル3で回していきたいと思います。これで1000人が出たらすごいあと1体なんでね、スキンチェンジ1000人が出たらすごいですよ。せーの、お願いしますいやいやいや、まあまあバイカータクロありがとうございます。今日多分 SS ランク報酬でバイカーのドラムのバイカー、違うドラムのタクロがもらえるはずなので、あれもちょっと楽しみ。はい、ということでございまして、15時からの新機能新イベントについてのちょっと情報が先行してバグで出てましたという動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた次の動画も見てください。それではまた、バイバーイ。